ジェイレン・マーキス・ブランソンは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州ニューブランズウィック出身のプロバスケットボール選手。NBA のダラス・マーベリックスに所属している。ポジションは、ポイントガード。父親は元 NBA 選手のリック・ブランソン。高校時代は、ジェイソン・テータムらと共に、バスケットボール U-19 世界選手権のアメリカ代表に選出され、 大会 MVP を受賞するなど同世代の選手の中でトップクラスの活躍を見せ、ピラノバ大学に進学。司令塔としてチームを牽引し、ダンテ・ディヴィンチェンゾ、ミカル・ブリッチズらと共に1年目と3年目のシーズンに NCWA チャンピオンに輝いた。そして3年目のシーズン終了後に2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。 2018年6月21日にドラフト2巡目全体33位でダラス・マーベリックスから指名されサマーリーグ終了後に契約した10月17日のフェニックス・サンズ戦で NBA デビューを果たしたその後も同じルーキーのルカ・ドンチッチのバックアップとして73試合に出場した2019年12月17日に スポーティングニュースに、過去10年間の大学バスケ界で、最高の選手と評された。2年目の2019から20シーズン途中の2020年3月13日に、右肩の手術を受け、残りのシーズンを全休した。USAU19 面ディフィートクリース。www.usab.com。2021年3月4日閲覧。 2018NBA ドラフトビラノバ、S、ミカルブリッジズドンテデヴィンチェンソオマリスペルマンジェイルン・ブランソンゲットピックド2021年3月4日閲覧マーベリックスセレクトガードジェイルン・ブランソンウィーズサンサードオーバーオールピックザ・オフィシャルホームオブザダラスマーベリックス2021年3月4日閲覧 マブスディライテッドアフターサイニングルーキーポイントガード、ジェイルン・ブランソン2-4イヤー・コントラクト。ザ・オフィシャル・ホーム・オブ・ザ・ダラス・マーベリックス、二千二十一2021年3月4日閲覧。ジェイルン・ブランソンスポーティングニュースカレッジバスケットボールアスリートオブザディケード。w w w s p o r t i n g n e w s c o m 2021年3月4日閲覧。 ブランソンアンダーゴーズショルダーサージェリー。ザオフィシャルホームオブザダラスマーベリックス。2021年3月4日閲覧。ありがとうございます。